こんにちは、速解塾のコブです。10万円を支給する案が出てきてますけども、その中でですね、こちらの記事、10万円給付は電子マネーでの給付が望ましいっていうふうに書いてますよね。これについては、電子マネーみんなが使ってるわけないじゃないかとかね、電子マネー使えない人とかスマホ持ってない人はどうするんだって意見がありますよね。これでも当然なんですよ。で、私がね、この記事を取り上げて、大筋、これはね、いい案だなと思ってるのは、ほっといたら電子マネー誰も使わないとかね、全然普及しないとか、インターネットやスマホの利用を全然促進されないんですよ。ですから今回は10万円給付するけども、それは電子マネーで、送りますと。で、電子マネーとかよくわかんない人はこれを機会に覚えてくださいと。10万円目当てだったらやるでしょうみたいな動機づけになると思うんですけども、どうですかね。私もね、町内会の会費ってのいまだにピンポン押して現金取りに行ってるんですよ。で、その集めたお金を会長が決裁員をして会計さんにお渡しして、会計さんが銀行の営業時間に窓口に行くみたいなことやってるんですけども、こういうふうにですね、もう膨大なその労力がスポイル、無駄遣いされてると私は思うんですよね。企業を経営してて銀行の窓口に行くことなんてもうね、ほとんどないんですよ。もう全部電子決済ですしね。業者間との取引も全て送金です。ですので、パソコンやスマホで決済が全部できるんですよ。なのに、どういうわけかですね、それに抵抗勢力があるんですよ。これはね、ある意味ね、ハンコを押さないとダメみたいな、ハンコ原理主義者と同じような、その世の中をもう、なるべく進めないようにするっていう抵抗勢力ですよね。まあ、ですので、気持ちはわかるんですよ。10万円給付って言うけども、じゃあ、電子マネー使わない人はどうするんだって、そういう人は受け取れないでいいと思うんですよ、私は。これを機会に10万円目当てに電子マネーを覚えようかなとか教えてあげようかなっていうふうな交流が生まれる方の方が利益的には大きいと思うんですけどもね。どうなんですかね。なんかこういうふうな、せっかく電子マネーで、現金使わずに簡単にね、ストレスフリーで間違いもなく、しかも電子決済って記録が残るんでごまかし効かないわけですよ。で、こういうふうな簡単な方法をどん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 進めようとしてるのに、じゃあスマホが使えない人は、インターネット苦手な人は、メールアドレス使えない人はとかね、そんなこと言ったら、じゃあ電話を引いてない人はとかね、そういう話になってくるわけですよ。なんかね、その時代を進めようとしている人がある一方で、効率化を受け入れない人もいて、まあこれはね、いろんな意見があるんで、どっちでもいいと言えばいいんですけども、いろんな意見がある中で私の意見は、有効でパフォーマンスの高いものは積極的に使いましょうってことなんですよ。で、こういう機会に今までずっとね、電子マネーとかに、ちょっと億劫だった人に、一人でも多くね、電子マネーの快適さとか、そのお得感っていうのに感じてほしいと思いますし、それからもうあとわずかですけども、6月の末まであれでしょ？キャッシュバックがあるわけでしょ？ 5% の。そしたら、電子マネーを覚えることによって 5% も受け取れて、なんか全部万々歳だと思うんですよ。で、その上で現金使いたい方は、またね、10万円を電子マネーで受け取った後で、現金使えばいいと思うんですけどもね、どうなんでしょうかね。私の意見っていうのは、一意見ではあります。で、そんなね、もう、電子マネー主導の世界なんてのはおかしいよ、みたいな人もいると思いますし、現金主義の人もいると思うんですよ、未だに。現金主義ね。まあでもどうなんですかね。私は、こういう機会を使って、電子マネー苦手だった人にも飛び込んでもらいたいと思いますし、インターネットに苦手な人もね、テレビからだけ情報を取るんじゃなくて、インターネットからの情報を取ると、そっちの方が正しいことの方が多いわけですよ。もうテレビなんてスポンサーの意向によって作られてますからね。ですんで、広告もついてないような真実の発信っていうのはブログとか YouTube にあると思いますんで、そちらの方からね、真実の記事を探す方が確率は高いんじゃないかと思うんですよ。テレビって放送局、そんな30社とか50社とかないでしょ。でもインターネットって無限に情報があるんで、自分の求める情報は確実に取れるんですよ。テレビは無理ですよね。自分の求める情報が放送されてない可能性もあるわけですよ。例えば私が、帰ってきたウルトラマンっていうね、番組を見ようと思っても、テレビでやってないんですよ。でもインターネットを検索すると出てくるわけですよ。このぐらいの差があるんで、やっぱり電子マネーとかね、インターネットとかスマホとかっていうのは、もう、この時代の必須製品だと思いますんでね。これを機会に、電子マネーを使う流れを、追い風のように使っていくっていうのも、私は変な話じゃないと思うんですよ。で、むしろね、電子マネーを促進しようとしてる人に、電子マネー使えない人はどうするんだって意見を言ってる人ほど、ちょっともう何とかしてほしいなと思うんですよね。電子マネー使っていきましょうよ。本当に得なんで。で、お金の送金コストとか管理コストとかもかからないんで、セキュリティ上も安心なのは電子マネーなんですよね。どう考えても電子マネーなんですよ。
でもまあ、電子マネー使ってない方は電子マネーの便利さとか安全性っていうのが理解できないので、やっぱりね、反対はすると思うんで、その考えも今日のところは尊重しておきたいと思います。一方的なことを言わせてもらいましたけど、私は電子マネー大歓迎でございます。ぜひこの機会に電子マネーをどんどん活用できるような人をね、増やしてほしいなと思います。